おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2606です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てを行いましたこちら HGAC ガンダムジェミナス02用陸戦重装ユニット拡張パーツですね。こちらの方の組み立てをね、前回やったということで、今回はね、こちらのね、パーツを以前紹介しましたジェミナス02ですね、そちらへの組み付けやっていきたいと思います。で、見ていただくとね、わかる通りなんですけど、色合いがですね、完璧にジェミナス02に合わせておりますので、ジェミナス01にね、組み付けることができなくはないんですけどね、色合いが合いませんので、完全にね、ジェミナス02専用という形になっておりますよと。はい。で、組み付けるやつに関しましてはこちらですね、以前紹介しましたジェミナス02ですよと。で、こちらですね、組み立て済みになっておりますので、これをね、分解して組み付けなきゃいけないですよと。まあ、そこの部分をね、お話ししていきたいと思います。本来であればね、こちらのセットと同時にね、見組み立てのやつを買って一緒に作っていくと一番いいんですけど、今回はね、買ってないんで、こいつをね、バラして組み付けていきたいと思います。それと、前回のね、最後の方にね、ちらっと言ったんですけど、シールがね、ちょっと余ったということで、いろいろ探ったらですね、なんかここにね、スペースがあったんで、しかも形状も合うしということで、ここね、貼っておきました。まあ、これはね、説明書にはね、載ってない部分なんでね、好みが分かれると思いますが、ちょっとこんな感じで貼ってみました。はい。とりあえずですね、こちらね、パーツ付けていくので、まず段取りですね、前準備として進めていきたいと思いますが、まずは頭部パーツ。いきなりね、厄介なところから始まるんですけどね、頭部パーツを用意しますよと。で、こちらですね、中心部分のアンテナ、これを取ります。ちなみにこちらですね、この辺に一つケースを用意しますね。こんな感じで100均で売ってるケースを用意しますが、この中に不要となるね、パーツをね、入れていきたいと思います。とりあえず角は使わないんで入れましょう。で、頭部パーツさらにバラします。前面パネルを用意するんですけど、これは使います。フェイス部分も使い、サイドとなるパーツですね、このパーツも使うので残しておいて、このパーツはね、交換になりますんで不要品となりますよと。まあ、最終的にね、元に戻すんで使うんですけど、はい、こちらね、陸戦ユニットを装備させる上ではいらないんでね、避けてありますよと。そして次にボディーパーツの中からバックパックですね、これ丸ごと使いませんので取ってしまいます。で、肩アーマーですね、肩アーマーも使わないので取ってしまいます。一応上半身はこんな感じですね。で、さらなる分解がね、必要になってきますのでちょっと外しますが、次に下半身、下半身はね、こちらのリアパネル、これ使いません。サイドアーマーもポリキャップ残しで使いませんので取ってしまいます。さらにフロントアーマーですね、フロントアーマーこれ丸ごと使いませんのでこれも取ってしまい、さらにここですね、股関節ブロック、これも使わないのでこれも取ってしまいますよと。はい、一応こんな感じですね。で、さらにこの中から足首パーツ、これ使いませんのでね、これを取りますよと。はい。で、ここですね、本来だとポリキャップ予備がね、なければこっからバラしてね、こちらに組み付ける必要性があるんですけど、とりあえずね、私は在庫があったんでね、こういう風に組み付けてありますけど、もし持ってないんだったらこれをね、分解してこっちに組み替える必要性がありますよと。はい。一応これね、足首パーツ使いません。さらに足首についてるこのパーツですね、ここの外装パーツも使いませんよと。はい。ここまでバラします。ちなみにここのね、前面パネルはこのままね、残しとなりますんで、ここまでとなりますよと。反対も同様ですね、足首は外さなきゃいけないし、この外装パーツは外さなきゃいけないという風になっておりますよと。はい。ここまでバラバラにしますよと。なので、これを見ていただくとね、わかると思いますけど、余剰品がこんなに出てね、バラバラにしなきゃいけないっていうことは、最初からね、もう一個買っておいてね、最初からこっちでね、組んだ方が一番楽だと思います。はい。まあ、一応こんな感じでバラバラにしましたので、あとは今外した部分の代わりに、今回ね、用意しているパーツを組み付けていくという形となっております。まずは下半身から攻めていこうかなと思いますのでね、まずこちらのブロックパーツですね、こちらのベースパーツを用意して、これをここに入れますよと。これはね、向きが決まってますね。まあ、これ多分形状合わせでつける感じかな。はい。で、こういう風につけるとわかると思いますけど、通常時であったね、可動ギミックですね、それはなくなる感じなんですね。はい。で、こういう風に入れましたら、フロントアーマーのね、パネルと中心部分を組んだ状態にして、これをここに差し込んであげると、これでフロントアーマーがつきましたと。はい。で、サイドアーマー行く前にね、こちらですね、ももパーツというか、これはね、つけておいた方がいいかなと。はい。で、こういう風に入れます。反対もね、同様に入れておきましょうかと。で、これが入りましたら、サイドアーマーはね、ポリキャップ残しておりますので、ここに対してつけます。
サイドアーマーの形状はね、特に左右の区別はありませんのでね、どっちがどっちでも問題なしと。はい。一応これね、つけていきましょうかと。で、さらにリアアーマーですね。リアアーマーはここのボールですね。ここの部分に組み付けますので、このでっかいやつ。これがここにはまりますよと。はい。こんな感じですね。で、一応組み立てるときにここですね。まあ、これは組み立てのときに言いましたけど、形状が決まってるんで注意する必要性があるのと、ここのバーニアノーズですね。これちょっと奥まってるんですけどね。ちょっと補充力弱い感じがするんで、事前にね、接着者がいいかなと思いますが、まあ、こんな感じでつけてあげると、腰回りのね、パーツがついたという形になります。で、足回りのね、パーツをつけていきたいと思いますが、ちょっとやりやすく、ここから外そうかな。はい。で、こちらね、用意できましたら、足首パーツ。これに関しましては、こっちもこっちもね、あまり変わらないんでね、どっちつけても OK ですね。はい。まあ、とりあえずね、こいつを用意しましたら、ここにプチッと入れますよと。で、これ入れるのが大変だったらね、こちらの中間ブロックですね。このパーツでプチッと入れてあげてから、こいつにね、差し込むのでも OK ですね。まあ、一応こんな感じで、ここね、入れましたと。まあ、足がね、でかくなりましたね。で、外装パーツとしてこちらですね。とりあえず今組んでるのは左足なんでね、こういう風に見た時に外側がね、大きく張り出すという形で用意してあげましょうと。で、前面パネル外して、分割するよと。これ分割するときにですね、後ろのところにバーニアノズルがついてるんですよね。これ、吹っ飛んでなくす可能性がありますんでね、ここの部分も気になるんであれば事前に接着した方がいいですね。で、あとはこれをね、サクッと差し込んであげて、反対側から、まあ、包むように取り付けていきましょうと。で、前面パネルをつけるという感じですね。こんな感じで組み付けてあげると。はい。これでね、脚部パーツの装備ができましたと。これをですね、反対側も同じような感じで行いますので、ささっとですね、つけてしまいたいと思います。はい。組み付けの方が完了しました。これで下半身ですね、の準備ができましたと。まあ、かなりごっつくなりましたね。はい。一応こんな感じです。で、あとは上半身ですね。これをもうつけておいて OK なので、つけてしまい、そしてさらに肩ですね。そこのところにパーツをつける。まあ、これはね、もともとついてるやつと同じような感覚で、ただ上からね、下に向かってサクッと差し込むだけで、組み付けが完了すると。で、その時に、こちら見ていただくとね、穴が開いておりますけどね、この穴が外になるようなイメージで、こういう風にね、ザクッと入れてあげましょう。反対もね、同様に、これをね、同じ形状になるような感じでサクッと入れてあげると。はい。これでね、こんな感じでね、肩アーマーもつきましたと。で、頭部パーツ行きたいと思いますが、頭部パーツがね、こんな感じでね、バラバラにしましたけど、今回のね、頭部パーツ、こいつを用意しまして、ここに、まずは、サイドパーツですね。これをつけなきゃダメですよと。で、反対もね、同じような感じでつけてあげて、中心部分のフェイスパーツをここに設けるよと。で、こちらね、元々のジェミナス02の前面パーツをここに組み付けてあげると。はい。こんな感じですね。で、こういう風につけることによってね、何も変わってないように見えるんですけど、後ろ部分がちょっと形状が変わるってね。なので、もともとこのままでもいいような感じがしますかね。ここの部分がちょっと変わるという感じです。で、さらに今回のね、アンテナパーツがありますので、それをね、こういう風につけてあげると。ちょっと緩いかもね。ただこれ緩いからといって接着できないのがちょっと痛いかもしれないですね。まあ一応ここにね、ザクッと差し込んであげると、これでね、頭部パーツの方が準備できましたと。で、あとは、こいつをね、プチッと入れてあげることによって、とりあえず本体ですね、の方の武装が完了すると。で、交換してる部分っていうかね、に関しましてはね、フロントアーマーとかサイドアーマー、リアアーマーが一番大きく、あと足回りですね、もついてると。ただ、可動部分は基本的に変わっておりませんので、膝の曲げるね、角度とかは変わらないと。足首がね、ちょっと大きくなってるんで、接地性がね、高くはなっているのかなと。で、足を上げたいとかするときには、フロントアーマーがね、ちょっと邪魔になると思いますけど、根元部分がね、ちゃんと分割しておりますんでね、こういう風に跳ね上げることができますので、まあ、上げること自体は問題ないのかなと。ただ、スイング機構がなくなってるんでね、ノーマル状態よりはちょっと狭いような感じですね。で、あと、干渉源になりそうなリアアーマーも、こうね、全体的に動くのもそうですけど、一個ずつね、バラバラに動いてくれますんでね、まあ、それなりの可動域なんじゃないかなと思います。はい。まあ、とりあえずこんな感じ。そして、武装パーツですね。背中のパーツ。この辺の装備いきたいと思いますが、まずはバックパックですね。こちらのベースパーツ。こいつをまず用意して、ここにズボッとね、差し込んであげますよと。で、これが入りましたら、ここ。ではなく、一個下にね、穴がありますので、こちらの穴の部分に対して、このビームキャノンですね。こいつをつけると。で、これに関しましてはね、上からつくっていうよりも、ちょっとね、脇の下を通すようなイメージね。
こんな感じでこいつが配置されるという感じとなっておりますよ。はい。まあ、もう一個あればね、ベスバーのような感じになるんですかね。まあ、一個しかないんで、とりあえずこんな感じなのかなと。そして、シールド。シールドに関しましてはね、こちらなんですけど、ここのね、軸を、今度バックパックですね。ここの上。さっきは下でしたけどね、今度上のところに対してこいつをつけますよと。はい。一応こんな感じ。で、こういう風につけましたけど、ちょっとこれね、上に上げすぎるとね、ちょっと大変なことになりますんでね、ちょっと下げ気味にしますよと。そうしないと、このパーツ、レーダーですね。これをつけることができなくなります。つける位置は肩アーマーのね、上のところにね、突起がありますんで、そこに対してズボッとね、差し込む形で組み付けると。ちょっとアンテナが外れやすいんでね、ここはね、本当に接着したいとこなんですけど、このパーツがないので、軸を太らせるしかないですね。だからやっぱりもう一個ね、用意した方がいいかもしれないね。はい。で、こんな感じでね、レーダーもつけましたと。で、あとこちら。インテグレートミサイルランチャー。これはですね、バックパックのここ。シールドをつけてる部分の反対側ですね。そこに対してこいつを組み付けてあげるという感じ。一応説明書の方ではね、こういう風に前面向けてますんでね。一応これでいいのかな。はい。これがフル装備というかね、今回の陸戦重装ユニットの装備状態となります。はい。まあ、ボディーパーツはね、先ほど言った通りなんですがね、外装パーツにこんだけね、ゴテゴテっとついておりますけど、まあ、それなりにね、干渉源にならないような感じで配置されてるのかなと。ただ、背中とかですね、こちらのね、バックパックから伸びてるここの部分のアーム、これ軸接続で、武器側の方だけボールになってるんでね、ここのね、自由度があるのはいいんですけど、ちょっと干渉源になりそうなんでね、ここの部分をボールでね、逃げてくれればもうちょっと良かったような感じがするかなと。で、あとシールドもね、同じですね。ここのスイングは効きますけど、ちょっと当たりますね。なので、ここも、ボールだった方が、もうちょっと外にね、グッと逃げれたんじゃないかなと思います。まあ、シールド自体はね、ある程度の角度調整ができるんですけどね。一応こんな感じです。で、あとこちらですね。ミサイルランチャーに関しましては、これ外してあげて、これをね、組み付けてあげて、前腕にね、シールドを組み付けるような感覚でつけてあげると、腕に直接つけることができるっていうギミックもありますよ。で、ここについてるビームキャノンに関しましては、このアームですね。このアームとかを利用してあげてね、ここで手持ちさせることができると。まあ、保持方法はこれだけなんでね、全然問題なしと。まあ、これ組み替えてあげてね、こっち側にアームを生やしてあげて、左手でって一瞬思ったんですけど、一応手持ちはできますけどね、背面パーツから伸びるここの部分がね、こっち側に取り付けることができませんので、これ完全に右専用ですね。武装としては右専用のね、形となってしまいますね。で、一応こいつは右にね、付けることも可能ではありますけど、まあ多分こういう風につけた場合はね、左でいいんじゃないかなと思いますんで、左のね、前腕のところに組み付ければいいのかなっていうね、そんな感じかなと。で、あとこちらに関しましてはね、展開ギミックがありますんでね、パカパカパカっと開いてあげれば、ここね、中にセッティングしておりますミサイルですね。これをとりあえず露出させることができるという形になっておりますよと。はい。で、これビームサーベルがないですね。一応陸戦なんでね、ビームサーベルがあってもいいかなと思うんですけどね。シールドの裏にね、造形があるわけでもなくね、どこにもちょっとなさそうな感じなんで、まあ近接武器としてね、あっても良かったような感じがしますけど、はい。まあ一応ね、武装としてはこんな感じ。まあ下半身がね、結構ね、どっしりしておりますんでね、全体的に重量が下に行ってるんで、安定感あるように見えますけど、まあこれはね、プラモデルなんで、やっぱり軽いんですよね。なので、ちょっと立たせにくいかなと。一応下がね、どっしりしてるような感じで広がってるんですね、そこが。なので、通常のやつよりは立たせやすいんですが、ちょっと安定感に欠ける感じがするんでね。ここの部分は事前にですね、足にウエイトをね、入れて、ずしっと行くようにしてあげれば、もうちょっとね、立たせやすいかなと思いますね。まあ実際立たせるんであればね、こちらのジメス02の方に付属しているね、アタッチメントパーツをここに組み付けてあげて、アクションベースでね、浮かすことができますんで、まあそっちの方がね、安定感は出ると思うんでね、それもそれでありかなと思いますが、まあこの状態だとね、ちょっと倒れやすい感じがするかなと。あとはまあ、成形の問題なのかね。ちょっと角がね、外れやすかったので、ここはね、軸を太らせるとかの対応がね、必要になるのかなと。まあ、この辺ね、ちょっと細かいパーツが集まっておりますんでね。組み替えを前提としている方のために、ヘッドパーツは丸ままね、1個付属しててもよかったんじゃないかなってちょっと思いますね。それぐらいちょっとね、分解が大変なんでね。そこがちょっと一つ気になったかなと。で、あとはポリキャップですかね。今回組み立ての時にね、別途私はね、予備を用意してたんで使いましたけど、持ってない人はね、1個しか持ってないジミナス02を分解して組み替えるって形になってしまうんでね、そこはちょっと手間になってしまうんでね、ポリキャップはちょっと付属していて欲しかったかなっていう部分があったかなと。まあ、あとそれとね、後ろですね、
ここのアームの接続点、ここの部分も軸になってるんでね、どうしてもシールドがねちょっと干渉源になりやすくて肩アーマーにね当たってしまう可能性が出てくるんでね、ここはまあボールでねちょっと逃げるとかそういう機構があってもよかったような感じがしますけどね。まあ全体的にはねある程度まとまってるんでいい感じなのかな。まあジェミナスシリーズってねやっぱり細身のイメージがありますけどね、今回のね陸戦重装ユニットによってね結構ずしっときてね、なかなか面白いかなと。まあ今後ねこんな感じのね他の武装とかがね出てくれるとまたねいろいろ楽しめるんじゃないかなと思いますね。今のところかなりのねゆっくりペースで進んでおります。マスターグレードのねガンダム F90 シリーズみたいな、あんな感じのねオプションパーツみたいなのがねいっぱい出てくれるとまたね盛り上がるんじゃないかなと思いますね。まあそれ以外にねさっさと出してほしいやつがいっぱいありますけどね、まあそんな感じでとりあえずこちらがねいきなり出たんでちょっと衝撃はありましたけどね、まあこんな感じのね武装をね紹介してみました。はい、ということで今回ですね HGAC のガンダムジェミナス02用陸戦重装ユニット拡張パーツ、こちらのですね装備の方やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はフィグマをね紹介したいと思いますが、こちらのフィグマはですねまあちょっと発売から時間がちょっと経ってるんですけどね、以前紹介したやつとね連動することができるちょっとお高い方ですね、それをちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。